I love this apple. Really cute.今ですね、昨日、蒸した麦に菌をつけましたよね、はい、でそれが24時間経って、はい、菌がついた状態なのでこれから塩を混ぜていきます、はい、昨日の麦がね、麦麹に変わったんですよ。あったかい。あったかいですよね。あったかい菌の、あ、本当だ。パン作る時もこんなに、うんうん、すごくね、甘いんですよ。とんでもなく甘い。楽しい。私こういう地味なの好きなの。面白いですよね、うん、こういう塊を、はい、なんかね、ある程度残すことが結構重要なんですよ。なるほど、潰そうとしちゃったけど、そうしない方がいいんですか。全然大丈夫です。こうある程度、ある程度、これがまあ香りの元というか、これが香りの元。うん、香り、僕はそういうふうに思っていつも、うん、どんどん成長するんで、ほっとくと、うん、明日まで、うん、これが良かったりするんですね。成長っていうのはどういうこと、発酵ってことですか。そうですね、菌がどんどん麦麹として熟成していくんですよ。菌にもいろいろ種類があって、うん、そもそもこれ24時間だけど、この菌は48時間で力を発揮しますっていう菌なんです。僕はそこを止めてるんですよね、この時点で、うん、そうすることによって、あの若いお味噌、うんが仕上がっていくという。そうするとこう香り、僕香りを結構重視してるんで、これに塩をいきます、はい、これは日本の塩、うん、アコーナエンデン、兵庫県の塩ですね、はい、有名な有名なエンデンの塩です。マグネシウムだっけ。マグネシウムがいっぱいあるとやはり発酵を促す作用もあるので、で塩を振ることによって、もちろん味付けの意味もあるんですけど、あのここで一旦発酵を止めちゃうんですよ、うん、なので塊があれば塩が行き届いてないので、そこだけはどんどん発酵が進んでいくみたいな。なるほど、うん、結構なって重要になってくるんじゃないかな。でこれ全体的にパッパーで混ぜていきます、はい、塩は塊であってもいいんですか。塩は、うん、あれ、そうですね、ある程度混ざれば、あの 9.5% という味噌の塩分濃度なんですよ。なんだけど、あの完璧にきれいに混ぜすぎると、そのやっぱ香りが作用してこないんですよ。この樽の中で塩が均一になっていくっていうことがすごく重要なんですよ。これ結構どこもしてないことなんですね。塩分 9.5% って、うん、それは塩分として高いんですか、低いんですか。低いですね、相当低いと思いますよ。 12% から 13% が通常のお味噌なので、うん、じゃあ高血圧の人にも優しいですね。めっちゃいいですね。すごいシンプルですね。シンプルですね、うん、お味噌ってね、本当に具材は多分すごいいいものだけど、うん、これいれた後なんか混ぜるんですか。もう混ぜない。これは大豆と明日、明日大豆と混ぜる、うん、This process is very important for miso makers. Most of the miso makers put adjectives, artificial adjectives right here, I mean in this processBut he doesn't put in. It's 100% organic. この麦と塩を入れた19キロに対して、うん、大豆は何キロぐらい？大豆がね、8.5キロですね。8.5キロ。うん。大丈夫です。これ今、大豆をこう水につけてるとこなんですね。これも24時間ぐらいつけると、大豆が約2倍の大きさに膨れ上がります。これまだもうちょっとですね。でこれは明日蒸していきますっていう作業ですね。もうこれ3回ぐらい洗って水につけてます。お味噌って賞味期限あるんですか。賞味期限は一応1年ってなってるんですけど、もともと発酵食品なので、特に食べれなくなるってことはないですね、うん、どんどん熟成が進んでいくって感じ、うんうん、それって旨味が出るとかなんか。そうですね、そうそうそう、うん、うまくなっていくみたいな、う
美味しくなるとか。不思議ですよね。まあ、チーズみたいな感じですかね。そうそうそう。赤くなっていきますね。赤く、うん、あ、そう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 、赤茶色になっていくイメージです、うんうん、そうそう。おばあちゃんちとかにあるなんか味噌がこれ何年前と3年前みたいな。ああなるとね、まあ超うまいんですけどね、うん、メラード反応って言って、あれもちゃんと酵母の働きの色なんですよね。ちゃんと働いてますよって色で、なぜ僕が若いお味噌を作るかというと、そんな反応をすごく受けやすいんですよ。発酵スピードが速くなる、うん、で炭酸ガスがしっかり出てきて、旨味が凝縮していくみたいな、美味しい味噌になっちゃうんですよね。すべては計算式で成り立つ、成り立ちます。サイエンスです。サイエンスです。はい、He's gonna make us a miso soup. I'm excited to try. I love miso soup. みそ入れたら太くない。本当は水にさらした方がいいんですけどね。本当に美味しい。